チャオこんにちは、パスタマニアです。今日は赤キャベツと言われる、トレビスとホタテ貝のパスタを作りたいと思ってます。トレビスはほんのり苦くて、ホタテはとっても甘いです。この2つの組み合わせがどうなるか。ポイントはホタテの火入れ、あとはトレビスをあんまり長く炒めないこと。さあ、美味しくできるでしょうか。それでは最後までご覧ください。どうぞ。
ちょっとトマトソース味で作ってみました。トマトソースはたくさん使わずに 50cc ぐらいですかねを使って作ったんですけども、ホタテ貝の甘さとトレビスの苦味のようなものがマッチしてて、大変美味しかったです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお目にかかれたら嬉しいです。ではまた。チャオチベデアモ。チャオチャオチベデアモ。